コメント見たけどなんかひらがな表記に驚き、内容はダサいの一言かまってちゃんならアピールどうした、全然響かない、込めした意味がない、アニオタの病気予防接種に本気、アニメばっか恥ずかしい人生歩んでご苦労様、そんな君にこの歌送ろう、二次元世界に首突っ込んだ少女の世界に飲み込まれぼんだ、無駄金投資くたばれ脅威、怖い怖い二次元世界のニート、おめでとう米書き込み反応、気になるかまってちゃんは兄オタガイド、まっしぐらそれがお前のシグナル、何でも欲しいと本音ポロリ、ディスられると短気だから怒り、毎晩アニメで腰振りソード、空いていないしかも二次元ソード、止まらないのかなこの衝動、やめてくれよこいつの病気、二次元オタクは三次元で立たず、三次元だと症状が ED、 二次元勃起、三次のおやつは毎回勃起、二次元相手に本気で勃起、お前相手に集団的自衛権行使、ちょっと心配コメント見ました、地元一緒でもって君は素人童貞、コメントする暇あんなら仕事しろってダサいの君だよ、兄の大人の頭は二次元ファクト、あんまり見ているといじめに遭うと、書いたコメントひらがな爆笑、小学生のビーフかな興味ないよ、マキセって名前もアニメですか、サッカー日本代表は元アニレ、僕の名前は二次元オタのアンチです、曲アップしてないのにあのコメ評価するとすればひらがな表記、あの文字診察結果心の病気、アンサーは動画でよろしくどうし、あんたはニート俺は MC、 ビーフの始まりマキセはニート、いつまでも抱える心の病気、どうするの今後の方針、お前の好きなアニメシュタインズゲートだろキモい